阪急3000系電車。阪急3000系電車は、阪急三千系電車は、1964年、昭和39年に登場した、阪急電鉄の電車、通勤系車両である。本校では3000系の宝塚線仕様である阪急3100系電車は、阪急3100系電車についても記述する。本項目では解説の便宜上、梅田高先頭車。 回、フォーメーションイコール編成の略を、編成名として、記述、例、3050以下8両編成イコール3050回、3160以下4両編成イコール3160回する。中間に組み込まれる先頭車は、基本的に考慮しない。1960年代の阪急神戸本線は、神戸高速線、山陽電気鉄道本線、以下、 三洋電鉄乗り入れの計画から、河川電圧の 600V から 1500V への昇圧が計画されていた。これに備え、両方の電圧に無改造で対応できる、副電圧車2021系が在籍していたが、機器の構造が複雑で補助に難があるという欠点があった。そこで、より簡素化を図った昇圧切り替え即応車両として、設計されたのが3000系。 三千百系である。三千百系は三千系の宝塚線版であり、二千系に対する二千百系と同じ思想である。神戸線、宝塚線の昇圧のほか、小型車の廃車代替と輸送力増強用の心臓にも対応することになり、1964年、昭和39年から1969年、昭和44年の間に三千系の114両、 3100系の40両が製造された。車体は2000系、2100系を基本としている。側窓はフレームレス、土平装置は常後平器である。貫通路は広幅から強幅に変更され、横引き扉が設置された。また、高度経済成長による急速な乗客増と、旧梅田駅の構造的問題による増結負荷の影響で、 可能な限りの混雑緩和策として、3054回3154回以降は座席の長さが短く、奥行きが浅いものに変更され、立席スペースが従来より広く取られていた車両が登場し、同系の多数を占める存在となった。3 0 0 0系では、主電動機に東京芝浦電気製の SE-534、出力1 7 0アワー。 375V を4台装備した。制御方式は抵抗制御、駆動方式は WN 駆動、歯車比は5.31、主制御機は MM-18A を採用し、600V でも十分な高速性能を発揮可能とした。3 1 0 0は、主電動機が出力 120kW の SE-535。 定格回転数は 1520rpm、許容回転数は 4500rpm に変更され、歯車比も2100系と同じ6.07で低速向けに設定されている。小圧切り替え時の運用を弾力的に行う観点から、神戸線の普通運用が可能なよう発電ブレーキ時の許容端子電圧を3000系より高く設計し、配慮がなされながらも実際に、 定期運用されたことはない3100系登場時の神戸本線普通列車の最高速度は時速 105km。昇圧切り替えを簡便かつ確実に行うため回路構成は簡素化が図られた。600V では M 車単独での通常運転が可能であるが 1500V では一方を高圧車、もう一方を低圧車として直列に接続して制する。 押し取り方式の二両ユニットとなる。切り替えはナイフスイッチの操作のみで可能であった。電動発電機は TC 車に2台装備し、1台が故障した際でももう1台がバックアップ可能な機器構成とした。ブレーキ装置は発電ブレーキ併用の電磁直通ブレーキ HSCD が採用された。台車は民電ドイツ式金属バネ台車で電動台車が fs-345、付随台車が fs-45 である。製林紙は製造途中より、レジンーが本格的に採用された。2021系までは、モーターの有無でのみ、形式区分がなされていたが、3000系、3100系からは、運転台の有無で、形式区分され、中間車には500番台が付与された。編成配置は、 大阪方戦闘車を、電動車とする配置への復帰が検討されたが、池田車庫の研修設備の都合で対応できず、見送られた。3000系への宝塚線運用も考慮し、3000系、3100系とも2000系、2100系と、同じく、大阪型戦闘車を付随者とした。装備品は、現在の状態を記す。当初の編成は4両プラス2両の6両編成で、 登場した。このうち、1965年の3054回以降の編成は、収容力向上のため座席定員が減少している。1966年以降の新造車は、3両プラス3両の6両編成となった。単独 M 車も製造され、電動車が奇数で製造された、初期編成に組み込まれた。1969年には、 付随者が一両製造されている。3000系と並行して3100系も製造された。1975年、昭和50年により、冷房化改造が行われるとともに、制御機器の 1C8M への更新も実施された。冷房装置は新たに開発された1500カロリー、H 冷房装置を3機搭載した。電装機器は 1C8M 方式の M。 M ユニットへの変更が行われ、3500系、3600型に主制御機、3000系はペ 29A、29 3100系はペ29バイトを、3000系、3100型に電動発電機などの補機類を装備した。3000系、3100系へのパンタグラフは撤去されて3500系、3600型に移されに機搭載となった。 パンタグラフ部分の通風ダクト、モニカは撤去されずに残されたが、3500型では、後に撤去された。当時は、山陽姫路までの乗り入れが検討されており、山陽電鉄線内のトンネル通過のために、パンタグラフ折りたたみ高さを下げる、必要性からの措置である、乗り入れは実現せず、3600型では、その必要性がなく、モニターが残された。 後期改造車の3008からは、長編成化に伴って、編成中間に組み込まれた先頭車の運転台撤去、中間車化改造も行われ、以下の車両で実施された。3100系では、四川区の短編成運用を考慮し、運転台撤去は行われていない。運転台機器や全消灯は撤去され、乗務員扉は撤去されて、小窓が代わりに設置されたが、 車内の仕切りは残され、車庫内の移動用の簡易運転台が設置されている。また、1970年頃より編成に、組み込まれていた2000.2021系の付随車についても、同時に冷房化改造が実施されたが、2021系の内電装解除車については、2171型への改版元番号プラス150が、元先頭車は、 3000系の中間車か改造車と同様の改造。ただし、簡易運転台は未設置を受けて中間車か改造されている。1982年以降の冷房化は、工事図の表示マック設置と並行して行われ、冷却能力向上のために、スイープファンと呼ばれる送風ファンが取り付けられ、冷房装置の設置位置がより中央に集められる形になった。 3000系の改造は1984年試行の3054回を最後に終了した。3100系は1985年の3154回を最後に改造を終了したが、この編成は神戸、宝塚線では最後の冷房改造車でもある。1981年より種別、行き先表示幕、方向幕が設置された。前面の標識は、 通過標識等と尾等とが別々となって倉庫に移設されたが、運転台奥行きが狭いため、6000系以降とは異なり、台座を介して取り付けられている。側面については、列車種別と行き先が一つの幕にまとめられ、従来電光式の列車種別表示器があった場所に設置された。1八十一年の千百系三千百五十二階が、阪急最初の表示幕改造車となり、 3000K では1982年、昭和57年により実施された。なお、この時点で中間に組み込まれていた、運転台付車両については、設置工事は見送られるか、あるいは運転台が撤去された。冷房鼓の編成に、追加で表示膜を設置改造した車両もある。基本的には、方向膜付き冷房改造車と同様だが、 側面の方向膜取付け位置が変更されている。この改造は1988年に施行された3066回を最後に終了し未改造車については車内化粧板の交換のみ実施された。3100系における追加改造は1986年実施の3150回の一編成に止まった。製造当初は神戸線の昇圧による 改造開始までしばらくの期間があったため、当時の標準的な編成であった TCMT、MCTCMC TC MC の4プラス2両の6両編成で登場した。1966年以降は、神戸線の昇圧が近づいたこともあって、TCMMCTCMMC の6両編成での製造に変更されるとともに、それ以前に製造された編成についても3500。 ガタを心臓して昇圧に備えた。1966年に宝塚線、翌年に神戸線で開始の7両編成運転に際しては、6両編成の3000系、3100系に2000点2021系の付随車の編入も行われ、TCMTMCTCMMC TC、MM、の構成となった。1967年、昭和42年には、 最後まで単独 M 社が残っていた5本が3500、型を組み込んで2両ユニットに変更されて、昇圧準備が完了した。1967年10月8日、神戸線の河川電圧は 1500V へ昇圧された。神戸線では、翌1968年に 1500V 専用の5000系投入と1010系、1100系の1500。 ボルト改造車の出場に伴い、宝塚線の昇圧に備えて3000系の一部が600ボルトに戻され、1969年の昇圧実施に対応した。昇圧後も神戸、宝塚線の主力車両として、特急から各駅停車に使用された。今津線においても昭和40年代後半から常に3000系4両編成2本が配置され、 1977年、昭和52年の同線の6両編成下まで使用された。1970年、昭和45年の日本、万国博覧会開催時には、神戸線、宝塚線からの臨時列車として、京都線、千里線での入線実績もある。1988年の春より、3100系は、美濃線、伊丹線への転属を皮切りに、 支線運用が開始され、本線に残る車両はすべて方向幕付きの三本のみになった。これらの編成も1998年までに支線に転出している。なお、3161については、紅葉線、今ず南線での運用に備え、CP を一台増設している。3000系の支線運用は1988年。 昭和63年秋に、今津線に転属した3072回より、開始された。当初は今津、北線と伊丹線での運用であったが、2000系の廃車進行により、1991年、平成3年からは3両編成で、紅葉線及び、今津、南線でも使用されるようになった。方向幕取り付け車でも、市線へと転出した編成も現れた。 三両編成に組み込まれる3050型には CP が1台増設され3071型として区別されている。宝塚本線用の編成は1995年から先頭車にスカートが設置された。このスカートは平井車庫で作成されたこともあって、た形式より若干角張った独自の形状となっているが2006年に言います。 北線から転入した3,050階のみ御線、軽リニューアル車と同じ形状のものが設置された。1996年には、3100系3156階の4両が、乗せ電鉄に譲渡された。四線運用車のうち、紅葉線といまず、南線の車両については、1998年秋のワンマン化の際に6,000系と入れ替えられ、後いまず、 北線と伊丹線に転属した。2000年代に入ってからは、スイープファン、補助送風機付き冷房機を持つ編成を、神戸本線に、スイープファンなしの編成を、宝塚本線に集結させ、両線の3000系の仕様を統一する、編成交換が行われた。その後も、宝塚線へは2編成が転属し、今津線へも1編成転属した結果、 神戸線での使用編成は4編成にまで減少した。2005年より、同年1月10日に発生した、向こうの総西踏切での自動車との衝突事故、当該車両 C3000 号を受けて、本線系統の車両に、非常ブレーキの電気指令化改造工事、スタッフ切り替え機の交換が見された。また、走行能力向上のために、ATS 更新と速度計のデジタル表示化。 CP の位置変更が始まり、2008年3月までに全編成が試行完了された。3100系でも実施されている。2011年公開の映画、半球連射片道15部の軌跡では、今津線の3000系表示幕未設置車が撮影に使用され、2010年11月末より映画撮影用の臨時列車が運転された。2011年の上映に合わせて、 pr ヘッドマークが掲出された。2011年の東日本大震災の影響による節電対策の一環として、同年7月25日から9月22日までの平日ダイヤで、神戸本線の一部普通列車が8両編成から6両編成に変更され、この運用に3000系の6両編成が充当された。2014年3月頃より、美濃線、 伊丹線に所属する編成の全消灯が従来のシールドビームから LED に交換されている。2018年7月現在、3054回3062回の4両、編成2本8両が在籍しており、2本が伊丹線で運用されている。1995年に発生した阪神、淡路大震災では3 1 0 0系3 1 0 9が、 痛み駅の崩落に巻き込まれて廃車された。台車として3000系の3022に3109の主電動機を取り付け、運転台整備の上で2台目の3109に改造した。3022の台車は、先頭車を使用する必要がないため、阪神・淡路大震災の直前に運用を終了していた2800系の2842の伝送機器を、 三千系のものに交換された上で暫定的に組み込まれた。同年夏には2021、2071系2171が三千系の機器で再伝送されて、正式に二代目3022に改造され、2842を置き換えた。2171も製造時から中間車の車両であったため、二代目3022は、 唯一の完全な中間車車体の3000型となった。震災ではパンタグラフが破損した車両が発生したため、今津線で使用する一部の3500型から、三宮・宝塚型の一機が撤去され、破損品の補充と予備部品の確保に充てられた。しばらくそのままであったが、2000年以降5000系のリニューアルに伴うパンタグラフ交換で発生した余剰品が搭載され、 2007年に大半が2期搭載に戻された。1996年に3100系3156回が、のせげ鉄へ、つ渡、1998年の紅葉線、今津み線のワンマン化で余剰となった3100系3161回の3両が、廃車、解体された。9000系9001回の運用開始に伴い、 2008年3月、2代目3022を組み込んだ3072回が2080.2055と共に廃車となった。その後も急戦系による置き換えが進み、2011年2月に3078回が6両に減車され、今ず北線に転属した。 2011年3月には3068回が、翌4月には3070回が2075.21842085.6600とともに廃車となった。今ず、北線最後の行き先表示幕未設置車となった3058回は、2011年9月10日に運用を離脱し、23日に小弱工場に改装された。 2012年2月21日に3074階が4両に減車され、未納線に転属した。翌22日には余剰となった3158階が小弱工場に改装された。2013年1月18日には、神戸本線最後の8両編成3054階が4両に減車され、伊丹線に転属した。 翌19日に3159回が小弱工場に改装された。2013年6月3066回が4両に減車され、未納線に転属3080回が小弱工場に改装された。2014年1月には今津、北線の3050回が伊丹線に転属、翌2月には 阪急最後の行き先表示幕見設置車であった3077階が、小弱工場に改装された。2014年6月、線形の増備に伴って、宝塚本線最後の3064階が廃車となり、同時に8両編成の3000系も消滅した。さらに8月には今ず、北線の3076階が、2016年7月には、 未濃線最後の3060回が、小弱工場に改装された。3100系の編成単位で最後まで残った、伊丹線の3150回は、2016年6月17日から7月8日まで、お疲れ様、赤別のヘッドマークを掲出し運転された。2017年6月上旬、今ず、北線の3078回が、 10月5日には3082回が小弱工場に改装された。2018年1月24日、伊丹線の3050回が、4月11日には今津、北線最後の3056回が、7月21日には、伊丹線の3052回が小弱工場に改装された。 3052階には3100系最後の3651号が組み込まれており、阪急の3100系は形式消滅となった。この時点で3000系は4両編成2本が残るのみとなっている。野瀬電鉄の3100系は、1996年12月に阪急3100系1編成4両を譲り受けし、1997年に、 運用を開始した。譲り受け車は3156回で、車番は、阪急時代の3156360436533106を改番し、3170362036703120として使用されている。導入に際して、アルナ後期で改造され、車内は化粧板が、姫から、クレー系に、座席モケットが、 ゴールデンオリーブから青色にそれぞれ張り替えられ、吊り革も握り部の形状が円形から三角形のものに返された。車外についても標識等を腰部に移設し、アルミ製の板をその周囲に巻いたほか、車番も左窓状に記載するなど、従来の乗せ電鉄への譲渡車とは一線を画した仕上がりとなった。2017年8月にはスカート取付改造を行っている。 2018年12月現在、伊丹線で3000系4両編成2本8両が使用されている。形式が変更されている。括弧内は阪急時代の番号を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。